こんにちは。アンソニーのカメラ雑談へようこそ。ということで、今日のネタはですね、もう2つだけです。この間お話ししたソニーのレンズカメラ DSC-QX10 を買うか、もしくは今日発表されたキャノンのアイビスミニを買うか、悩んでます。という話です。ソニーのレンズカメラについては、その後も情報がいろいろと出てきまして、まず大きなトピックスとしては、ボディカラーがホワイトとゴールドのツートンが出るということで、これは新しく出る iPhone のカラーリングも、まあ、これはあくまで噂段階ですけれども、これ非常にマッチするんじゃないかなということで、ますます欲しくなっちゃいましたという話ですね。で、それからお値段も、その後噂段階ですけれども出てきまして、安い方の DSC-QX10 が約$250、24,600円ぐらいですね。で、それから高い方の DSC-QX100、 こちらが$450、約44,300円ぐらいということで、どっち買うかとなったら、まあ、持ち運びのしやすさとカラーリングで QX10 かなというふうに思ってってたところなんですよ。で、そこへ来て、今日発表されたのが、キャノンのアイビスミニですね。これ、海外の方ではすでに発表されていて、半月ぐらい前ですかね、情報が流れてきて、これ欲しいなと、国内発売して欲しいなと思ってたんですね。で、こちらは、ソニーの方とは違って、本当に正式な情報なんで、確定情報ですね。予約開始が9月10日の12時で、お届け予定が9月17日ですね。お値段は29,980円、色はブラックとホワイトということですね。以前ですね、このパワーショット N、 これ結構レビューしましたけれども、これね、まあ、そんなに使ってないんですよ。いいカメラで非常に面白いと思うんですけれども、まあ、やっぱり自分撮りができないっていうのもありますし、まあ、ついつい、パナソニックの GX1 の方を持ち歩いてしまうんですよね。なので、これあんまり使ってないんですね。なので、これを売っ払って、このアイビスミニを欲しいなと思ってるんですけれども、このアイビスミニはもう正式なカタログも、キャノンのホームページで発表されてますので、よかったらそちらでスペックなんかを見てほしいんですけれども、まあ、1920×1080 の 30p でフルハイビジョンで撮れるということですね。で、一番魅力的なのがやっぱりこの超広角で撮れるっていうことでしょうね。本当にこうやって持ち歩いて撮ったりすることができるのでいいなと思いますね。アイビスミニは、ホームページを見るとですね、特にダンスとかのパフォーマンスをやってる人とか、音楽をやってる人にもう非常にプッシュしてるんですよ。で、まあ、私はそのどちらもやらないんで、やっぱり一番使い勝手がいいと思うのはやっぱり旅カメラとして使うのにはもう最適でしょうね。本当にね、これ欲しいなと思っていて。で、ただ1個だけ問題があって、あ、2つぐらいかな。置いて使うことを前提にしてるので手ブレ補正がないんですよ。まあ、超広角なのでそんなには気にならないと思うんですけれども、まあ、やっぱりこうやって持って撮った場合はある程度ブレが気になるかなというところと、それからバッテリーの持ち時間が、一番高画質で撮った場合に、45分なんですね。非常に短いんですよ。なので予備のバッテリーが、まあ、4,000〜5,000円で売ってますが、それが必須かなというところですね。で、迷ってるのがそのソニーのレンズカメラ。商品名はスマートショットになるんじゃないかと言われてるんですが、そのスマートショットを買うか、キャノンのアイビスミニを買うか、まあ、ちょっと両方はきついんでね、どっちかにしたいと思ってるんですけれども、悩むな、これは。どっちもね、本当に面白いコンセプトだと思うんですよ。こういったものを出してくれたっていうメーカーさんへのこうリスペクトも込めてですね、両方欲しい気持ち満々なんですけれども、まあ、どっちかっていうとどっちだろうな。もちろん間違いなく綺麗に撮れるのはソニーのレンズショットの方なんです。これは間違いないんですよね。センサーサイズも全然違うんで。ただどちらが
こう長く使えるか飽きずに使えるかで、かつ日常的に本当にあの普段から持ち歩いて使えるかっていうとアイビスミニのような気もするんですよ。うん、でまあ動画を撮っていて、まあ、やっぱりビデオカメラでこうやって街中で撮るのはねやっぱり恥ずかしいんですよね。でアイビスミニぐらいの小さなサイズだったら、まあ、その恥ずかしさもちょっと軽減されるかなっていうことと、それから誰か人を撮るときにもやっぱりこう警戒感なくいい表情で撮れると思うんですよね、アイビスミニの方が。で、あともうその液晶も込みで本当にコンパクトなサイズなんで置き場所を選ばないんですよね。私だったらレコードプレイヤーの上に置いてそのレコードプレイヤーが回ってる様子を撮ったりとかしたいなとか思うんですよね。まあ画質を撮るか使い勝手や運用の手軽さを撮るか非常に悩ましいですね。ということで、ただのカメラ雑談でした。貴重なお時間をすいませんでした。それでは。